大崎です、今日のライジン43、今ただいまホテルに戻ってきました。まあ、本当にね、今日の僕はね、今日の朝東京出発して、それで朝、飛行機に乗って北海道に来て、まあ、札幌に来て、それでまあお昼ぐらいに、会場に着いて、でまあ本当ライジン1日ね見てですね、今やっとホテルに持ってきたんですけど、まあ本当に激疲れですね。でまあ今回のライジン43のまあ一番話したい話っていうのは、まあ木下空手と久保優太、木下陣営はどう考えたっていうところと、あとまあ、クレベル鈴木千尋、あとはまあ上田美京選手ですね、そこら辺の3試合の話をしたいと思います。まずは、木下空手久保優太、まあこちらのね作戦としてはですね、まあ本当にこうしっかり打撃を混ぜながらまあ組んで、で組んで、最終的には、まあ、組んでパウンドなりフィニッシュを狙うっていうことが作戦で、でまあ打撃はね木下もすごく上手なんですけど、やっぱり試合になると一発で結構こう簡単に倒れちゃう試合が、負ける試合っていうのがこう本当にもうびっくり、それで倒れるのみたいなところで倒れて負ける試合が多かったんで、木下が負けた試合大体そういう負け方をしてるんですけどもね。だけど、まあ、やっぱ久保選手っていうのは当てるの上手なんで、やっぱり、そんなにこう、ずっと立って、打撃だけで勝負すると、やっぱりもう K1 でもね、PKO とか、もう本当にトップ選手をみんな、うまくもらわずにやってきてる選手なんで、変に打撃の勝負をね、するっていうよりは総合で勝負しようっていうことで、まあでも、組を強く、組を、たくさんやって組でどん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 削ってって疲れてきたら打撃で勝負しようかっていうところだったんですけど、まあ試合始まってみて正直久保優太選手は打撃も組もまあ思った通りで、むしろ打撃に関して言うとちょっと当たったなとは思ったんですけど、だけどやっぱり距離の取り方とかが上手で、打撃はね当てるけどやっぱりなかなか難しいと。で序盤も結構ジャブをもらっちゃったりとかしてたんで、まあやっぱ組勝負だよなっていうところで、まあ1ラウンド目は立たれて、で2ラウンド目からまあ僕の予想でもやっぱりストライカーの人って回を重ねるごとにどん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 テイクダウンされやすくなるというかね、最初切られてもどん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 入っていくうちにだんだん対応が甘くなってきてテイクダウンされるテックケースが多いんで、まあ久保選手に関しても1ラウンドはさすがだなと思って、なんかさすがだなというか結構タックル切ってくるなと思ったし、あと多分まあ最初から思ったんですけど、ちょっとこう4つぐらいの上の方で組むと久保選手は結構まあ平本選手もそうですけど、結構上の方の組に対しては結構対応してくるなっていうところは、まあそれはまあ思ってた通りなんで、空手がこうタックル入った時とかでもちょっとこう上の方で組になっちゃって切られちゃったりとか、まあ何回か切られたりとか してて、だけどやっぱ2ラウンドになってテイクダウン取れたんですけど、まあ2ラウンドでねテイクダウン取れたんだけど、空手がちょっとあそこで休もうとしちゃってね、なんかこう休んじゃっててあんまりパウンド入れずにブレイクになっちゃって、で結構時間長い時間上を取ってたんですけど、まあ僕もやっぱこれじゃあんまり有利になってないな、判定有利になってないなと思って、で3ラウンドもまあ、テイクダウン入って、ちょっとね序盤打撃でやれたんですけど、テイクダウン入ってで上取って、であそこでね
強いパウンドをしっかり取ってれば絶対勝ってたなとは思うんですけど、やっぱり空手もちょっと疲れちゃって、やっぱ休んじゃってたんですね。でそこでブレイクになって、でそこで結構ちょっとこう僕の方にツイッターとかで結構こう言ってくる人とかがいたのが、最後なんで打撃で行かせなかったんだとかっていう意見もあったんですけど、まあそこはまあいろんな見方があると思うんですけど、まあ僕もそうだし、僕が打撃で行かせなかったっていうよりは、正直木下に関して言うと結構集中力切れるとあれなんで、もうお前の思うようにやっていいよっていうことだったんで、僕はこうタックル最後僕としては打撃で一か八かでガーッといった方がいいかなと思ったんですけど、空手がグッとタックルに入ったんで、タックルに入ったんだったらもうそこはもう有利な空気にしようと思ったんで、お前そこをテイクダウン取れば勝てるぞって僕は言ったんですよね。多分それが音声とかで拾われてたのかどうか分かんないですけど、まあそこで僕はテイクダウンまた取って、あとさらに上取った時に、まあ、本当パウンド一発に強いの打てば僕は結構判定で有利になるんじゃないのかなと思って、ただあそこで打てなかったらちょっと厳しいかなと思ったんで、正直試合が終わった時にちょっと厳しいかなと思ったんですけど、票が割れたんでね、もしかしたら勝てるかなと思ったんですけど、やっぱりダメージで取れなかったんで、まあ多分多くの人が久保選手とのガチンコの打撃のやり合いっていうのを見たかったのかもしれないですけど、まあ僕ら的に言ったら、まあ、打撃をねタックルも入れずにタックルの勝負、打撃の勝負しに行ったら、やっぱり木下からっては結構打たれ弱いんで、そこでがっちり勝負するよりは混ぜながらね、でパンチ力があるんで一発効かせたりとか、そういう感じでいけたらなっていうところだったんで、打撃でがっちりいかなかったっていうのは全然まあ、皆さんが言うことを言われたとしても、まあ僕らとしてはそこに対する考えはもう勝利をした後だったんで、まあ本当打撃の出し方とかも意外に通用したし、テイクダウンもまあ多分あいつ7、8回テイクダウン入って4回テイクダウン取れてるんですよね。でもう本当に打撃に関しては僕は空手にも言ったんですけど、はっきり言って今回の試合テイクダウン、打撃も思った以上にやれたし、テイクダウンも4回取れたと。まあ切られた部分もあるけど、だからそこに関しては問題ないと。だけどやっぱあそこで上を取った時に攻めれなかったのがちょっと問題だなっていうのと、ただやっぱりその前に1ラウンドの組でちょっと疲れちゃってたんでね、で多分本人疲れちゃってたのと、多分久保選手のジャブ結構もらって、あまり立って勝負したくないっていう気持ちがちょっと僕の中では見えたんで、足したくないんだな、正したくないんだなっていうのがすごい見えちゃったんで、あ、俺だったら組に行こうっていうね、ちょっと気持ちに、僕も本人があんまり逃げ腰な時に打撃で行けっていうのもちょっとあれだなと思ったんで、まあ、組で行けと。まあでも組勝てると思ってたしね。ただやっぱりちょっと本人が、まあ、もう試合後も言ってましたけど、前半の組のところでちょっと力使いすぎちゃって、うん、そこでやっぱりパウンドに行くスタミナがそこまで残ってなかったと、ちょっと休みたくなっちゃったなっていう、まああと立たせたくなかったっていうのもあると思うんですけど、そういうところでちょっと上で攻めきれなかったなっていう。ただやっぱり今回の木下の試合もそうですけど、やっぱ最近の MMA 見てると、やっぱ上で何もしないとブレイクが早いんでね、本当に選手が休める状況っていうのは、スタンドで距離を取る時と押し込んで休む時とぐらいしかあんまり本当に休めないなっていうところで、ちょっと本当に MMA ってしんどいなというふうに思いましたし、あと空手がね、あと本当もうちょい、あともうちょいで勝ったと思うんで、あとまあ勝った試合ですね。でまあ、久保選手、打撃も
はもうもちろんいいの分かってるんで、やっぱり組み技もちょっとずつ良くなってきてるんでね、やっぱもう少しレスリングとかが出てきたら、まあ本当にフェザー級でもトップ争いをする選手に平本選手がなってるんでね、まあ本当時間の問題だろうなと思ってますね。はい、あと続いて、クレベル鈴木千尋選手の、試合の、解説になりますけども、やっぱりクレベルの前蹴り、いやクレベルの結構ペチペチする蹴りっていうのと、あと組のプレッシャーとかですね、で鈴木千尋選手もあんまりいけずにね、ちょっとパンチ出したりしたんですけど、やっぱりクレベルの距離感って結構こう難しいなっていうのもあったんで、やっぱりね、さすがに僕はね、ガッといってもしかしたら倒すんじゃないかっていうのは思ってたんですけど、やっぱりそこら辺はクレベルはやっぱ組の強さがさすがだったんで、あそこで組んでね、テイクダウン取ってから、まあもうマウント取ったらもう何もさせなかったんで、やっぱり組の力の差が結構多かったなっていうのが僕の印象で、やっぱこうなってくるとね、来月のねスーパーライジンでの、朝倉未来 VS ケラモフの勝者とやりたいと言ってるんで、ほんとそこは面白いなと思いますね。まあ、やっぱクレベルの組に関して言うと、本当にやっぱりちょっとこう鈴木選手とは、組み技が1枚2枚ぐらい差があったなと思いましたね。ただやっぱ鈴木選手っていうのは当てればね、当ててからと、あとまとめる力がすごいあるんで、僕はチャンスはあるなと思ったんですけど、ちょっときつかったですね。であとね、もう一つ上田美京選手ですね。で上田美京選手もすごくやっぱり日本のヘビー級の中であれだけね動ける選手っていうのはなかなかいないんで、あとまあやっぱサイズでステップワークがすごいんで、やっぱ蹴るまでとか、あとちょっとこう膝行くまでに少しこうステップ踏んで距離合わせたりとか、そこら辺がさすがだったんで、組み技がどれぐらいできるかわからないですけど、やっぱり打撃っていうのはさすがなんで、今後も期待したいですし、ちょっと僕が思うのは、ちょっと階級的にヘビー級だとちょっときついんじゃないかなと思うんで、もう少し落としてね、ライトヘビーとかミドル級とかだったら本当に世界と勝負できるんじゃないのかなと思ってます。はい、まあ本当にライジン北海道なかなか面白い試合多かったんですけども、次のね、フェザー級戦線も期待したいと思います。今日はこれまでで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。